リー指揮官コンパニー、まさかの超強豪が電撃招聘。バンサンコンパニーはバーンリーの降格にもかかわらず、ここ数日いくつかのクラブで候補として検討されている。 FC バイエルンはコンパニー氏を公認候補として就任を考えている。またブライトンも新監督の決定をまだ待っている。コンパニー面白そうやな。バイエルンがコンパニー監督？バイエルンとコンパニーは相性が抜群すぎる。コンパニーにこんな期待してるの日本人だけやろ。あのパスサッカーはバイエルンとマジで合うと思う。コンパニーさん、バイエルンはまだ早くないすか？コンパニー、デゼルビよりも未知数だな。ブレントフォードの監督の方がいいな。ハリーケインはビッグクラブに来たはずが、彼が来てからバイエルンはスモールクラブの動きをし始めた。バイエルンは何を考えているんだ？新しいチェルシーになろうとしてるのか。割と良さげな戦力が揃ったチームでコンパニーみたい。それこそブライトンとか。コンパニーの戦い方結構好きだから、プレミアの中堅チームとかに移籍してほしい。さすがにバーンリーの戦力であのサッカーをやるのは無謀だったけどね。コンパニーにデゼルビの後任としてブライトンの監督になる噂が来たか。この時期のロマーノは結構嘘つくぞ。コンパニーバイエルン正直みたいよね。